体女優やアニメの声優、時には歌手も務め、マルチに活動を続ける磯部かりんさんが保育士の仕事を一日体験。園児たちにも常に大人気のかりん先生。しかし疲れすぎて先生の取り合いになっちゃうことも。大奮闘の一日に密着しました。皆さんこんにちは。そして初めまして、普段は声優をやっております磯部かりんです。今日は一日保育士体験ということで、じゃん、こちらの世田谷のバディスポーツ幼児園さんにお邪魔しています。お手伝いをしていただける先輩先生をお呼びできるということなので、早速お呼びしたいと思います。真奈先生お願いします。こんにちは。今日は一日よろしくお願いしま す。今日はビシバシやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、着替えてきました。かわいい。自己紹介の時に、あの子供たちの聞き取りやすいペースでハキハキと、そして笑顔を忘れずにしてもらえたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トントン皆さん、トントン先生、今日は新しい先生を呼んできました。みんなでかりん先生、大きな声で呼んであげましょう。せーの、かりん先生って言います。今日はね、みんな一人一人と仲良くなれたらいいなって思うので、一緒に遊んでください。せーの、よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいい。ありがとう。すでに打ち解け始めているかりん先生と園児たちと、もっと仲良くなってもらうためにゲームをしてもらいました。一緒にね、イストリーゲームやってくれるんだ。本気で勝負するよ。準備はいいですか？はい、まあ、頑張ってください。ノリノリでゲームを楽しむかりん先生、果たして勝ち残れるのでしょうか？やだー、負けちゃった。負けてしまった園児への声かけも忘れません。みんなの素早い動きに負けちゃいました。次はかりん先生に絵本読んでもらおうかな。ありがとうございます。読めるかな。少し不安そうなかりん先生、うまく読み聞かせできるでしょうか？はい、ではここまでです。先頭近くて見えないでしょ。見える見える。気を取り直して読み聞かせ開始です。じゃあグリとグラとクルリクラ、見てごらん、僕の力こぶと腕をさすりました。力こぶある？みんなある。声かけを忘れず、園児たちと楽しく本を読むかりん先生。カゴを持って家に帰りました。帰ってこれました。おしまい、おしまい、イエーイ。絵本の読み聞かせの次は折り紙で工作です。かりん先生の意気込みは？みんなのパワーに圧倒されてるんですけど、みんなと楽しく作れたらなと思います。ハート作ります。いくよ。じゃあまずはこう三角作ってください。あ、ここだよ、ここ。置いてけぼりになる子がいないように一人一人への確認も忘れません。ピッて折ってあげてください。折れた？できた。無事折り紙が完成。みんなで見せ合いっこ開始です。ではトントン皆さん、イストリーゲームもして折り紙もしてお腹ペコペコになってきちゃったから、次はお弁当にします。みんなどんなに騒がしくなって賑やかになってても、トントン皆さん
しいどんどん先生って言ってから次はお弁当の時間になります。子供たちと一緒に食べたいと思って作ってきましたのでみんなと一緒に食べます。ゴーゴー先生ゴーゴー。お弁当の時間でも大人気のかりん先生、みんなに引っ張りだこです。いただきます。召し上がれかりん先生。ありがとう待ちに待ったお弁当タイム。かりん先生の手作りのお弁当はチキンのハニーマスタードと人参しりしりのサラダとほうれん草とツナコーンのマヨあえですね。実はお料理が趣味というかりん先生、とっても美味しそうなお弁当です。ここでハプニング発生。あ、うん、あ落ちちゃった。これも落ちちゃった。すぐに落ちてしまったお弁当を拾いに行く優しいかりん先生。食事中でも園児のケアを忘れません。食べれる？ちょっと食べれるね。ゆっくり食べようよ。苦手な食べ物がある園児に寄り添ってあげたり。苦手なものが食べれました。お、えらい、ごちそうさまでした。完食報告を聞いてあげたりと、かりん先生大忙しです。では次は体操の時間になります。はい、今日はボールを使って一緒に体を動かしてもらおうと思ってます。次は体操の時間、園児たちもとても楽しみに待っていたようです。また来た、ね、お願いします。準備体操を終え、まずはボールを使ったストレッチからです。これは得意分野です。体が柔らかいかりん先生、ストレッチもへっちゃらです。ですがボールを使った遊びではちょっと先生には難しいかもしれない。一個もできませんでしたそんなかりん先生ですが、なんとここでお手本になってもらうことに。いくよ。もう一度チャンスをもらい、リベンジです。あかりん先生、無事にお手本を見せることができました。次はチームに分かれての対決です。かりん先生ここです。頑張ろうね。見てた。ドリブルで20回戻ってきたチームが勝利。かりん先生勝てるでしょうか。何番目だろう。あと1回。あー頑張れ。勝ったのはかりん先生チーム。次はボールを2人で挟んで運ぶゲーム。園児との身長差で苦戦するかりん先生チーム、1位になれるのでしょうか。今回は3位から発表します。第3位はもあちゃんチーム。第2位はかりん先生チーム。惜しくも2位、かりん先生健闘しました。はい、これで体操の授業終わります。すごい楽しかったです。今度は治ってきた。あらら、かりん先生もみくちゃです。でもそろそろお別れの時間が近づいてきました。トントン皆さん、トントン先生。もう楽しい楽しい時間もあっという間に過ぎて、バイバイの時間になってしまいました。寂しい。いつもここにいて。ねえ、本当ありがとう。実はね、みんなからプレゼント用意したんだよね。え、そうなの？なんとクラスのみんなからサプライズでプレゼントがあるようです。ありがとう。みんなに
すっごく先生も本当にみんなとさよならするの寂しいです。また遊びに来ていい？いいよ。おーちゃん最後に一緒に歌って終わりにしよう。あっという間にお別れの時間。最後にみんなでお歌を歌ってかりん先生とさよならします。最後はみんなで記念撮影。写真撮るよー。せーの、イエーイ。かりん先生、素敵な思い出が作れましたね。みんなこうすごいくっついてきてくれたりとか、もみぐちゃになっちゃうよってくらい本当にみんなと距離が近くなれたっていうのはすっごい嬉しかったです。もうみんなと離れたくないよっていう気持ちでした。この園の先生方は楽しみつつ時に厳しくじゃないですけれども、みんながこうワイワイしている中でみんなに呼びかけたりとか、そういうみんなの集中力をこう集めるっていうのが自分はまだまだだなって思いました。マナ先生も結構あのポイントのところで何度も子どもたちにしっかり伝わるとか、分かりやすくはっきり言葉を言うとか、そういうポイントを挙げてらっしゃって、私も改めて今後自分のこう声優だったりとか舞台だったりお芝居のお仕事でも気を引き締めていこうって思いました。はい、ということで一日保育士体験が無事終わりました。今日の私の保育士さんとしての活動はどうでしたでしょうか？バッチリです。バッチリですか？バッチリでした。しっかり子どもたちのなんか言葉に寄り添ってくれてたので、すごいみんな周りに寄って懐いてくれたと思うので、めちゃめちゃあのお別れが名残惜しかったんですけど、こういうねお手紙も書いていただいたり、今日本当に貴重な一日になったので、機会があったらみんなにも会いに行きたいですしこう幸せな気持ちを持って帰らせていただきます。本当にありがとうございました。今日の動画が少しでもですねいいと思っていただけた方はチャンネル登録、そして高評価の方お願いします。コメントも待ってます。よろしくお願いします。じゃあありがとうございました。